どうも、こんばんは、底辺の王と書いて、帝王と読む新帝王です。はい。この時間、任天堂 Wii の、ゼルダの伝説、トワイライトプリンセスの、なるべく買い物禁止の、はい、攻略配信、はい、やらせていただいてます。はい。題して、底辺が、節約しながら黄昏る方針、今日はその13ですね。はい。ということで、やっていきましょう。まあちょっとね、時間が中途半端だったからね、さ、あのね、黄昏の世界の。どういうことですか？1コメさんいらっしゃい。何？赤コメントで晩ご飯飯上に出してくだち。いや、今日はあれですよね、レンコンの煮物と、鮭ですよ。この食事なんかそんな貧相なもんなんですか？そんなもん気にしたってしょうがないでしょう。ここですね、カイデの宮殿。まあ、時間がなかったんで、最後のね、ボスまで行けなかったんですが。いいですか？はい、どうも、ニコメさんいらっしゃい。湯豆腐じゃないです。もうささっと行っちゃいましょう。あそっか、ボス、妖精いるかな、もう。あそこ、ねえ、さっきじゃないけど。ほら。これも、どうなんでしょうね、この中も。全部やり直しっていうか。それだとすごい嫌なんですが、ここはもうおばちゃんとかも出ないんでしょうね。これなんで毎回セーブするたびにルピー出た最初メッセージ出るんですかね。そこがよくわかんない。落ちちゃうから。はいはい。生爪ハーガーさんいらっしゃい。ジオーンじゃないですけど。どこでしたっけ、これ。こっち行ってんの。こんにちは、相馬です。はい、どうも、ごめさん、相馬さんでいいんですかね。はい、どうも、いらっしゃいませ。トアプリやってます。はい、これももう多分いいんでしょう。鍵開いてるし、もこんばんは。はい、どうも。あかりしえさんいらっしゃいませ。はい、ドアプリやってます。一応もうクリア寸前とこまでは行けてるんですが、こんなんあったっけ。これねえ、あ、何、ショートカット、もしかしてもねえ進んだからってこと。あ、すごい、よかったねえ、これ。何、本当にこれ、何、上まで最短ルートで送って、おはようございます。あれなんですかね、ケイドマップって本当にいいもんですね。
はい、七個目さんいらっしゃいませ。ねえ、いいでしょうけど、いいんですけど、なんで危険ドラッグって誰があれしたのね。てか、そういうのやったらちゃんと消しとけって思うんですがね、もうちょっと。ほんと、何があれなんでしょうね、そういうの。遊ぶないんですが、ちゃんと消しとけって話ですよ、ね。ミートを忘れました。これでボス部屋か。よかったね。また最初からやんなきゃいけないかと思ったから。まずいまずいまずい。予算的にあと3ヶ月はミート続けられそうなので、はいはい、長い夏休みだと思ってエンジョイしてます。そうですね、エンジョイしましょう。どうせね、何もあれなんだから。何これ、こういうこと、何、倒さないからあれだってこと。僕のゼルダはブレスオブザワイルドしかないので、これは何のゼルダですか。トワイライトプリンセスです。こんばんは。どうも。倒した、まだ。はい、どうも。つけもさんいらっしゃい。ロマサガは土曜日です。まだ3日間ありますからお待ちくださいよ。ですけど、倒した、確かここにね、昨日妖精がいたような気がしたんですが、いた、捕まえろ。甘がみクリアした？してませんよ。まだ2日ですよ。あれ、ぜね、1人攻略でも本当に、どのぐらいかかるか。ワイナイトパラダイス？違います。とりあえずこれでいいかな。うん、大丈夫。よし、じゃあ、行きましょう。ボス戦。クリアまであと何分ぐらいですか？いやー、多分今日じゃ終わんないでしょうね。まあ、うまくいけば終わるかもしれませんが。多分無理じゃないですかね。今日終われるか。まあ多分金曜日でしょうね。ねえ、残土戦です、うん。こいつがちょっとめんどくさい記憶があるんですよね。残土！やってるものを過ぎてもうわけわかんない。そうですか。一応配信予定、次のタイトルごとの次回の配信予定、コミュニティのトップに予約枠ね、取ってありますから、それ見て確認してください。ロマサガだから今度土曜日の11時です、うん、ね。自分がかけた魔力によって追い詰められるなんて皮肉なもんだよな。我々は長きにわたり虐げられてきた。魔術に長けた優れた民族が虫かごのようなこの世界に閉じ込められ、うわ怖。陰りの中でいつしか怒りや憎しみ、欲望を持たぬふぬけた者たちになり下がった。すべては何もせず影の世界に甘んずる愚かな王家のせい。うわ、ここ怖い怖い。ちょ、何やってんの。ゼルダってゼルダしか知らないので、こいつら全く知らん。まあ、こいつらなんか、だからね、黄昏の世界の、闇の世界のね、住人っていうか、それをね、だからね、光の世界にね、侵略っていうか、ね、侵攻してきた連中なんですよ。そんな腐敗した王家に私は耐え忍び、長い間仕えてきた。それは次に一族を治めるのは自分自身であると信じていたからだ。しかし私は一族の長としては認められず、長の持つ魔力を与えられることはなかった。だが私は絶望と憎悪のうねりの中で神に出会ったのだ。怖いサイト不親切。うまいこと言いますね、てか。
リンクっていつも喋らないのはなぜ？うん、だから主人公が自分のあれだからね。だからリンクイコールプレイヤーって感じでしょ。だからドラケと一緒ですよね、うん。ペルソナなんかもそうじゃないですか。主人公は基本的に喋らないじゃないですか、うん。だから主人公イコール自分の分身ってね、そういう扱いでしょうから。そんなことはないですよ。無駄遣いしてないでしょ。いつも喋ってなぜ、どういうこと？ジェジェコメさんいらっしゃいませ。我が力をその身に宿せよ。何時望むものあらば、我もまたそれを望む。何のポーズねえ。そして我が神の望みは一つ。光と影を一つの闇に。何これ、なんて読むんですかね。何を残と、うん、人弁にあれでなんて読むんでしょうね、うん。さあ、これか、ちょ、待て。デオハロのプレイセンスがあれば言葉なんていらないですよ。何か美味しい果物をください。何言ってんですか。はい。マリオは喋るのはなぜに。何か美味しい果物、我が家に美味しいのバナナぐらいしかありません。じゃあ逆にたまに喋るマリオは喋るのはなぜに。さあ、マリオ喋るっていうかね、あれですけど。ねえ。ちょ、死ねこれ過去のボス戦ね、なんかオマージュっていうかね、あれなんですよね。だからいろんな武器使ってね、オラなんかこうやってね、どんどんステージが変わってって。バナナじゃないですね。どこが痛いってんの。これは血圧上げるゲームですね。ねえ。ファイナルファンタジーのキャラはここ喋るけど、あれはどういうことですか。ダメージ与えてる。ちょごめんなさい。これは血圧上げるゲームですね。はい。ちょごめんなさい。ちょ、待って。24個目さんいらっしゃいませ。FF のキャラはほぼ喋る気で、あれはどういうことだ。 FF はそういうスタンスってことでしょ。ね、あくまで他人ね、主人公ってかね。あいつ遠距離攻撃しかしないってどんだけビビりなの、わらわら。ですけど、だこれどうやってあれするんですかねっていうかね。弓じゃないのねえ、なんかあれなので別の武器。ちょっとこれね、せっかくあれしてるのに。何すりゃいいんでしょこれ。ちょっとな、思い出さなきゃっていうか、靴があれっていうか、これ何をあれするんでしょうねえ。盾がないから、いや当たってないでしょ多分ね、効いてないでしょうね。ねえ、かといってこれ、いや、バナナはおやつに入りますか。違うか。そこにいいのか、普通に切ればよかったのか、ね、あ、ちょ、あ、まずい、あ、ちょ、落ちたらどうなるの。バナナおやつに入りますか、うん、多分 おやつでもいいんじゃないかな。マリサはおやつに入りますか、ね、ちょ、何、マリサって何、マリサって何、ごめんなさい、今ちょ、反応できないっていうかね、ちょ、結構やばい、ライフが減りすぎてる。
感情移入って作り手のエゴだよね。なんでお前らの頭の中で作り出した主人公に感情陶酔しなきゃならんのか。いや、それはね、確かに。だから、うん、どうなんでしょうね。だからね、僕もゲームはだから主人公プレイやってねえ、いいと思うんですけどね。違う。これ服着替えなきゃ。で、これでどうするんだ。ねえ。何すりゃいいんでしょう、これ。あれ、ねえ、たぶん。早く、打って。届かない、なんで、もっと近づかないとダメ。ねえ。いや、ちょっと、フローショットじゃないの？あ、来たね。ほら。回復しないとまずいっすね。回復しないとまずいけど。ちょっと。まずいけど、回復、何？なんか全然近づけない気のせい。っていうか、どこにいる？これね。何これ。ようわからん。本当にですよ。ねえ、っていうか、もう。ねえ。少女漫画でも主人公はロジで美人じゃないって設定にして感情移入を狙うって定石があるらしいけど、酔い手が完璧人間だったらどう落とし前つけるつもりだろうね。ごめんなさい、この状況であの長文打ってもちょっと僕には 見えないっていうかね、ごめんなさいね。ちょっとね、ダメ。ちょ、回復ないの？回復しないの？これ。ねえ、あった、危ない、どこに、これねえ、フィントっていうか、長文問わず体的に何文字以上なのか明確な回答を求めます。何？長文とは、いや、少なくともあの僕の小指であの 3行になってるような長文です。あの10文字以内であれして。じゃあなんで届いてんじゃん。死ねえこのバカ、うぜんだおめえは。たぶんまずいな、ライフが足りますかね。10文字少ない。うん、しょぼん。頑張って。これで、ねえ、ほら、落ちる。するっていうか、いやだから見えないっていうかね、その、ねえ、ねえ、そこは、あれですから、ね、どう？これは、待って、いや、思い出せ、これか。ちょっと、回復もしたいけども。ごめんなさい、今何言われてもごめんなさい、僕にちょっと聞こえてないっていうか、まずい。また上から来るぞ。まずい、ちょ、もう、何やってんの、こいつ。何、見えないから何をしても大丈夫。まあ。いいじゃないですか、やりたきゃ。
こいつ。メインメイン、オラオラ、ちょちょちょ。都合が悪くなったらゲームに熱中してるふり。都合が悪いじゃないんですが、何だから、何を言ってるのかって言ったら全然あれですから。またおこ？おこじゃないですよ。ちょ。これちょっと結構むずいな。滑る本当に。都合の悪いコメントはスルー。悪いこと、どのコメント？ちょ。こんばんは。はい、どうも。キザさんいらっしゃい。ちょ。ねえ、これ本当に。死ね、このバーカ、ザコ。ねえ、ちょ。どのコメントかわからないのでする。ねえ。ねえねえ、オラオラ、ちょ、都合が悪くなったらっていうかね。何これ、どこでしたっけこれ。あ、まずい。いよいよ決戦。ちょっと待って。なんか、そんな、あれ、コメントあった？どれ都合が悪くなったからって。今の罵倒は気に入らないコメントに対してですか？わかんないっす。いや、これ、帝王も偉くなったよね。こういう発言が少しずつ僕たちの精神を蝕んで、いずれはコミゼロになるんだろうね。まあ、なっちゃったらしょうがないですね。はい。何今のバトは気に入らないコメントに対してですか？コメントに対しての感じ違いますけど、まあ別に。はい、44個目さんいらっしゃいませ。ほら。ちょっと。ほら。ちょ、何今の。なんか。ね、スピンアタックってちょ見えないとこから来んな。お前誰もそんなこと言ってないでしょ。誰も言ってないでしょ。ちょっと今はちょっとごめんなさい。ちょ何してんだお前。はい、ごめんなさい。ご変化に突っ込むですね。意地悪してるやつだって気づいちゃったんだからしょうがないでしょ。ちょ昨日なんて甘噛み中にリスナーなんてとか言い出して俺は聞き逃さなかった。そんなこと言ってましたっけ？勝った？おのれ、反逆者ども。これは別にリスナーさんのこと言ってるわけじゃないですよ。今セリフ読み上げただけですからね。教えてやるよ。お前がオサとして認められなかったのはその目だ。瞳の奥に潜む欲望が古代の一族のように力に支配されると王は危惧したからさ。愚かなる影の王女ミドナよ。お前に限られた呪いは解けぬ。リスナーは反逆者らしいぞ、うん、違いますよ。だから違うって言ってるでしょね。一族に限られた呪いは我が神の力。お前に長としての魔力など戻りはしない。すでに神は降臨しこの世に復活を果たした。我が主ガノンドロフ様がいる限り私は、主によって何度でも蘇える。帝王が僕らリスナーを小バカにしている場面はたくさんあった。もう何も言うことはないさ。そうですか。私の中に残るほんのわずかな魔力を使っただけなのに。これが古代の一族が残した魔力の一部？
テイオ、今度はゼルダを助ける番だ。魔力を取り戻すことはできなかったけど、私には一族の残した力がある。これであの人に大切な力を返すことができるんだ。聖戦の王なのに僕らリスナーを小バカにしているとは、なんとも矛盾している。いやだから僕は別にリスナーさんを小バカにしたつもりはないんですがね。さあ行こう、ゼルダ姫が待っている。ハート、あ、これハート、あ、ある、モーライ、ただならね、別にルール違反じゃないですからね。これでいよいよね、本当のラストのダンジョンですかね。あくまでも底辺の王であって、はい、ここのリスナーは底辺ばかりだから、自分は王ということなんですね。まあ王といっても下に、下ですからね。僕はリスナーさんよりはるか下のね、身分ですからね。たとえ王という肩書きでは。俺らは使い捨てカイロと一緒か。なんでですか。どうしたんですか、今日はリスナーさんやたらトレトレしいですが。なんかあったんですか。帝王は僕らのこと底辺だと思っているの。いや、底辺とは思ってませんよ。誰もそんなことは言ってませんけど。ガノンドロフはザントを利用して光の世界に蘇ったんだ。これでハイラル城を覆う結界の正体が分かったぞ。奴はきっとハイラル城にいる。ゼルダ姫が危ない。光の世界に戻ってハイラル城にいそう。いよいよ行くんですかね。行かなきゃですかね。ラストどうだったかな。そこまできつくなかった気もするけど。使い捨てカメラだった。わら。な、何？使い捨てカイロ。いや、大して変わる。カイロもカメラも大して。少なくとも僕は底辺だけど、うん、他のリスナーさんは。いや、だから、僕は別にリスナーさんをその底辺とは思ってます。これどうやって帰るの？これどうやって帰るの？まあ、ミドのワープでいいのかな。いや、ダメじゃん。これどうやって帰るの？こっから？わこつ、もうすぐ春だけど、帝王に春は来そうですか？どうでしょう。甘神次第ですね。57個目さえいらっしゃい。これどうやって帰るの？ここ違う。ん？え？ちょっと待って。え？冗談抜きで どうやって帰るんですか、これ。あ、これか。ああ、これか。よかった。びっくりした。ここで一曲。もうすぐ春ですね。ちょっと気取ってみませんかーってね。いやー、これでいよいよラスボスのとこに挑めるわけですが。勝てますかね。ちょっと自信ないですね。年寄り目。何が、そんなと。ああ、そう。なんで、なんでそこは別に嬉しかったでいいじゃないですか。別にそれで自分が嫌いとか。手を切るのやめて。行くしかないですもんね。これまた橋渡ろうとしたら、空気読めない人がなんかへーいとかってなんか言ってきそうな気も。大丈夫ですかね。いた、やっぱり帝王さんいますか。何回も出てきますね、本当は。相変わらずというか、いたいた、帝王さん、お手紙をお届けに参りました。帝王さん宛に2通お手紙があります。そんじゃ私はこれでまたね。ニッツもな、なんでしょうね。これから最終決戦に挑もうってのに。で、ニータ、何ニータも。俺らだと思ってんだろ、こいつのこと。ニータすが、誰もそんな、何卑屈になってるんですか。息子がお兄ちゃんに手紙を書きたいと言って頑張って書きました。お兄ちゃんでは地上でも天空でも本当にお世話になりました。天空のみんなもとても感謝しています。また天空にも遊びに来てくださいね。お元気で。
こっちか、レッツチャレンジ。何、団長、誰レディース&ジェントルメン、ファイナルの全土を熱狂の渦に巻き込んだあのスターゲームがジョーカーに登場に一度クリアした気持ち、さらなる高みに挑戦してみよう。ジョーカー町東通りのテントで待ってるぜ、チェケラ。何のこと？スターゲーム。リスナーは神風特攻隊。どこに特攻させるんですか？ねえ。捨てごまですな、うん、捨てごまどうしたんですか今日、なんか嫌なことあったんですかリアルで、でもこれもう行くしかないですもんね、セーブさっきしたけど、まあいいや、もう一回しとこう。ここが文字通りね、多分トアプリの正真正銘のまあラスダンプラスラスボス戦、うん、まあラスダンってほど謎解きはないと思うんですが、うん、確か、うん、わあらかわいい、あんまり僕らを舐めてると誰かが人間魚雷になって神奈川に突っ込みますよ。なんで神奈川なんですか、うん、別に舐めてはいませんが、だって別に神奈川ってだけでは僕の住所特定できないでしょ、僕の家まではね。うわぁ、なにこれ、怖い、なにこれ、雲ですよね、形状的には。んなこと言ってると救急車の音から特定されて、うん、どこにいるかわからないから神奈川ごと吹っ飛ばすんです。そんな神奈川県だって人口何だ、今何百万ね、800万とかいるんでしょ、うん、僕一人のためにね、一回湘南暴走族に喧嘩を売ってみて。いや、無理無理。救急車の音から特定ね、されず、まあ本当にありそうですが、怖いです。いや、でもさすがです。まあなんともですが、まあいいや、行きましょう。さあ、いざ。チース掴む、ん？あれ？どっち？押すのか、うん、さあどうでしょうね、もしかしたら今日がラス最終回になるのかな。ある程度特定できればピンポンダッシュしまくれば確定できるよね。そこまでしてあれなんですか、そのピンポンダッシュだけじゃわかんないでしょねえ、その僕が、うん、僕多分ピンポンって鳴らしても絶対スルーしますよ、うん、ねえ、それで特定までどんな結果ですか。どうやって僕だけが弾けるってそんなもんできるんですか。怖いですね、なんかいつにも増してね、爆弾とかね、普通にね、うん、ね、いつもだったらね、なんかね、せいぜいね、生爪剥がすぞぐらいでね、あれだと思うんですけどね、なんか今日はなんか皆さん本当大丈夫ですか、なんかあったんですか、うん、この間僕がゼルダクソゲー言いまくったから怒ってんですか、逆ギレしてる、もしかして。久しぶりに来ましたね、その言葉を。ピンポン音が放送に入る。うん、いや、多分、僕の部屋からピンポン聞こえるかな。くすぐって言った分、リスナーが荒れてるんだよ。やっぱりそれがそのせい、ね。ごめんなさいね。だって、
昨日のあそこは本当に僕はあそこ大嫌いでしたからね、本当はあれ。ごめんね、あそこ考えた人は。嫌なことがあった日は帝王をボコボコにするのがストレス発散なんだ。そうですか。まあそれならしょうがない。まあね、僕がね、ボコボコにされることで他の人がね、救われるなら、まあそれもいいかなとね、思いましょう。うん、ちょ。ていうか、入り口の鍵どこ？こっち？ん？何？何これ？ん？何これ？何？ちょ。まだ。とどめ。ただそれだけ。こっちが入り口っていうか別ルート。またなんか来る？なんだ？あの扉から？まあお前のごときがいくら来ようが、雑魚がいくら来ようが、ちょ雑魚の分だけ調子乗んな、このドアホ。ちょ。ほら、おいでって思ったら、ちょ。あやすじ落とすまで寝ないと聞いて。何？え？誰もそんなこと言ってませんが、まさこさんいらっしゃいます。はい。なんかゲームあったね。え？ゲームに飽きたって、何？これに飽きたってこと？それとも何？ゲームに飽きたってどういうこと？これに飽きたってこと？それとも僕の配信に飽きたってこと？開かないじゃん。どうすんの？ん？え？どうすんだい？ん？ん？なんかある？ん？これ何？掴む？無双系ってなんで飽きるんだろうね。無双系ってなんで飽きるんだろうね。これゼータは無双系とは違うでしょう。ねえ。いや別に飽きたら飽きたでもしょうがないですからね。ゼルダは無双系のゲームとは違うでしょう。まあ、今のここはね、無双系のあれですけど、まさに。わお、誰？あ、こいつだ。あ、まだいた。生きてたの。一番視聴率良かったの何のゲーム？さあ、なんでしょうね。この俺が遊んでやるぜ。まあ、単純に一概に、そのね、どうこうっていうのは、なんかキラキラ光ってるけど。ねえ。帝王は無整形生主。帝王無整形だから配信時間にもよるでしょうしね。時間が短いじゃ、そりゃね、だってコメントやりね、リスナーさんの来場者数も伸びないでしょうし。なんかあのキラキラ光ってるの何なのか分かんない。素直にトリネコっていいなよ。トーレ、ちょ。ちょ、あ、まずい。やられてた、ちょ。意外とこれ、すごい、ハート減る。まずい、妖精使っちゃった。
番良かったのは何なんでしょうね。行け。あ、カリだ。なんだかんだでガンダム系が一番人がいてそうな感じがする。どうでしょうね。でもね、でもなんともですね。俺たちは強いものに従う。ただそれだけのこと。てよ、あいつ喋れたんだな確かに。リスナー少ないからゼルダやめるって、うん、最低だな。ちゃんとやってるじゃないですかね、うん、ちゃんとクリア。もうすぐクリアですよ。なんだかんだ言って、これ何、なんか宝箱、うん、お金はいらねえ。ガンダムは一定数のファン層が厚いよね。でもニコ生は単純系に来たしこたまいるからな。え、ニコ生ね、確かに。でも15人くらい投票入れてたよね。何よ、ああ。これですか、ゼルダだから、ゼルダでってあれでしたからね。ゼルダもね、結構ゲームによってね、好み分かれますかね、多分。ねえ、紙トレね、見たいって人もいたし、そういうのが影響してんじゃないですかね。僕はトープリそこまで別にねえ、あ、昨日はクソゲクソで言いましたが、いやー、どうしよう、これライフ回復した方がいいかな。ちょっとこれね、妖精も、妖精は多分どっか行けば一個ぐらい、一つぐらいありそうですけど、ちょっとライフだけ。今まで人生であったガンダムオタクに一人も悪い人いなかったな、はい、不思議のダンジョン系は悪い人しかいなかったな。うん、それは配信で見てる限りやね。トールネコのガチ勢マジで口悪かったですからね。もうあれでもう不思議のダンジョン、ゲーム配信では やめとこうと、もう固く誓いましたからね。カリってここでいいんですよ、ね、ガノタは凶暴だぞ。いい人ばかりだったら動物園とか呼ばれない、うん、ねえ、でも僕の配信でね、そんなあんまひどい人いないでしょうね、見に来てくれる、うん、またか、今度何、今度は何、ちょちょ、あ、またお前ら、またお前ら、なんか謎解きっていうか本当に無双剣みたいになっちゃってますね。ね、本当にゲーム中ずっとこの無双剣だったらさすがにゼルダも飽きますね。わわわわわわわ。何を。ガンオタの人口数考えたら悪い人がいなきゃおかしい人数ですよね。そう、わかんないけど。竜が如くの悪口？違いますよ。何あんなとこに宝箱って。って言ったって、どれ？シャンデリアが掴めるってこと？でなきゃ、ねえ。
なんかつかめそうですよね。あれ、もうちょっと近づけば。ねえ。両川春日って美人だよね。誰知らない。ごめんなさい、わかんない。つかめない？どこ？あ、ここ登るのか。ここ。登ってこっから撃てってこと？そのための足場だよーんって。で、これに鍵？コンパスそっちか。そっちか。知らないってことは興味ない。興味ないっていうか、誰？どなた？ねえ、どっち行きゃいいの？こっち？いや違うか、これ、こっから、綱渡りしていけってこと？普通のお城のはずなのに、その上に行く階段とかがないってのは どういうあれなんでしょうね。帝王は石原さとみも知らなかったからな。両川春日は元宝塚だね。知らないっす。宝塚の俳優さん、知らないですね。申し訳ないよ。かな。まあ、いいや、行ってみよう。わあ、なんかいる。なんかいる。ちょ。ねえ。これ、ねえ。だって、ちょ。これどうすんの？ねえ。石原さとみを石原まりこと間違いするします。何のことですか。ダメじゃん。外文字が効かない。まずいじゃん。全然効けない。待て。ちょっと待て。なんかあるのか。これもしかして、これで崩す。ダメだ。やばい、マジでガチの剣勝負ね。ちょ。あー、切れた。よし、ちょっとももろくなったぞ。ダメだ。なんで早いな。なんで当たんないの。早い、全然。何、全部さばかれちゃう。ねえ、おかしい。一体どのタイミングで氷しろみたいなの。ねえ、切れた。よし、ダメですね。羽生結弦は知ってますが、羽生結弦は知らない。誰？なんでこいつだ。死んだ。よかったけど、その割にはミカエルがたった10ルピー。100ルピーか。でもお金ないんですよね。羽生結弦は知ってますが、何？羽生結弦ないって何？羽生結弦ないはユニゲンのモノマネ芸人、ルパン三世のモノマネがめちゃくちゃうまい人だよ。
知らないですね。でしょ、ルパン三世のモノマネって言ったら、ね、栗田寛一が有名でしょうけど。ちょっと、これ壊せる。なんか手に入る。これなんでしょうね、なんかあれ燃やせそうっていうかね、ただここにね多分ね油があるってことはね、この炎をどうにかする。あの堅物で性格最悪で有名な栗寛が後継者として認めるほど似てる。そうなの、へえ。じゃあルパンはもし栗寛がなくなっても安泰ってこと。まあ真っ暗、カンテラ使うってことでしょうけど、これどこに、ここの2箇所でだけでいいのかな。あらがきゆえかわいいよね。ちょちょ、あらがき、いや名前は聞いたことあるけど、今の人がオリジナルだと思ってる人多いと思いますよ。ちなみに悟空の野沢雅子さんが亡くなっても後継者いるから大丈夫。そうなの、後継者だ、誰、知らない、届かんじゃん。広瀬すず、次元の声優は後継決めないといい加減やばいよな。ちょっと待って、ん2箇所ついてね、段差上がったけど、もう1箇所多分ここも上げなきゃいけないっていうか、なんかあるんでしょうけど、どうすりゃいいんだ、なんで食材他にないでしょう。待って待って、終盤の終盤、これ今終盤の終盤ですよ。僕の後継者はアイデンティティって芸人の田島さん。そうなんだ、似てるんだ、いや全然わかんないですけど、なんで、何をすりゃいいんでしょう、こんなん壊してもダメでしょう。どっかに何かがある。まさかまさかの最後のな、な最後の最後で謎解きが発生。これどうでしょう、もう燃やす、で燃やすって言ってもね、どうやって燃やす、なんかいかにも燃やせそうな布はあるんですよ。これ、矢越しにとか、山ちゃんいなくなったらやばそう。ドラえもんみたいに全然違う方向に変えるのもありだと思うんだ。まあそうでしょうけどね。ちょっと待ってね。まさかっていうか、これを燃やすってわけじゃないでしょうけどね。どこ？食材明かりなんかないでしょう。山ちゃんの器用さはやばいよね。100種類を超える声色を出せるらしいからな。100ですか、すごいですね。どこだ？何？これでどうしろと？届かないんですもんね。違うよ、1万を超えてるよ。そんな1万とかすごいですね。ディズニー系はほぼ壊滅的になる。ご通こんばんは。はい。ポリポリ。どうも、なるさんいらっしゃい。ちょっと今ね、最後のな、謎解き。マジかよ、1万かよ。下手したら俺のモノマネもできるんじゃねえの、ね、山ちゃん。できるんじゃないですか、余裕で。これどうすんだ。手作りハンバーグね、美味しそうですね。待って待って、だって。
なんでしょう、なんかね、怪しいっていうか、なんかあれもね、いかにも燃やせって感じの。でも火をどうやって？ってたから嫌い山ちゃん。あ、そう。え、この部屋じゃない。だってもう、この部屋でしょうね、多分。この部屋で何かをって言っても、火を燃やし、つってるの。届かんでしょう。上も何にもない。最後の最後でまずい。まさかの。帝王さんもそうなっちまうのか。僕はそうは なれないでしょう。そんな調子づけるほど人気で出ないでしょう。何これ、俺は帝王のモノマネできるよ。リスナーなんてね、まあ僕からすればドブ川にはいたボウフラみたいなね、もんですよ。帝王も最近生きてきてるからな。生きてませんよ。なんで火がここに、なんで、絶対でもこの部屋の中だと思うんですけどね。怪しいっちゃ怪しいけど、これでどうすんのねえ。火でドアなんか燃えないでしょうしね。ジャンプしできるゲームじゃないですからね。どうすんだな、何に火をあれすれば。届かないしね。まさかまさかのさ、最後の土壇場で謎が解けない、そんなバカな。ジャンプできないんだねこれ。そうです、まあ、ジャンプっていうか、これこういう高いとこから移動したらね、自然的にまあちょっと超ジャンプみたいな感じやできますが、ジャンプできないんですよね。だからこれあれをなんか燃やすしかないと思うんですが、でも爆弾やで燃える？ていうか爆弾やっていうか、ね、そういうの考えたら、ね、なかったら攻略できないってなっちゃうと思うんですがね。でも燃えない。関係ないのかな、このなんか。多分光を拾う。ねえ、多分2個が入らないようにって遮ってるだけ。できないんじゃなくてやらないって感じだね。天狗だわ。天狗かね。ちょ。なんで最後の最後でこれ。どっかに多分ね、火つける食材があって、これがね、グゴゴゴって上がって、で、届いてるでしょうけど。この部屋でしょ、でも。なんか、暗いからかね。なんかあそこら辺が怪しいのかな。ねえ。もう娘好きなんですか？え？もう娘、あんま詳しくないです。僕基本的にあんまり好きなアイドルね、そういうのないですから。なんで最後の最後で迷うんだ、わかんねえんだ。嘘でしょ、こんなとこで足止めとかね、まさかの想定外でしたよ。せいぜいラスボスに勝てなくてなんかね、あれかなとか思って、これどっか行くの？行ってない部屋戻るっての？なんか取ってないってこと？帝王が好きなタイプの女性ってどんな人なの？僕がとりあえずまず、あんまりおとなしい人ですね。まずおとなしいし、これは違う、燃えてるし、どっか燃えてない部屋があるってこと？わかんないっすね。泉ピン子さん？なんで泉ピン子ってやかましそうじゃないですか。なんかうるさそうっていうかね、むしろね。
おとなしい人ということは堀北真希あたりか。そう、おとなしいの堀北真希って、いやよく知らないけど。ねえ、ちょ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 。帝王は昔のマインちゃんが好きなんでしょ、知ってる。ここの BGM、魂の神殿のアレンジかな。魂の神殿っていうよりはハイラジオでしょ、多分。清楚系なら有村架純かな。ねえ、ハイラジオでしょ、多分。神虎のハイラル、ねえ、ハイラルの BGM の方が近いんじゃない？多分。かわいい系でも有村架純かな。そうねえ、うん。はい、あ、すいません、笹わさびさんいらっしゃいませ。うん？なんで宝箱ないんだ？どこ行きゃいいんだ？なんか取り逃してる。ちょ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 、ポイントがおかしいよ。ピクニックに連れて行きたい系でも有村架純かな。どっから行くんだあっちは。ね、ピクニックに連れて行きたい系でもそう。いまいちね、ちょっとあれですよ。ローラとかダメ？一緒にいれば元気でそうじゃん。どうでしょうね。どうやって行くんだ。能面レイナは一緒にピクニック行ったらずっと沼スマイルでいてくれそうですき。そう。届かない？こっから？もっとこっち？あ、こっちか。ノーメンかわいいよな。顔だけはかわいい。そう。届かない？もうちょっとしたなら届く。ダメか、距離的に届かない。こっちはあれだし、どっから行きゃ届くんだっていうか、届かない、届かない。帝王は足の裏だけが可愛い。若い頃の広末涼子ホントスコ。能面もちょっと見たいから。足の裏だけが可愛いってのも どういうあれなんでしょうね。ちょっと どっから届くんだ。これダメでしょう。ダメでしょ、こっち届かないし。こっちに行けてもね、こっからじゃ届かないし。ふかきょんどうよ。ふかきょんどうでしょうね。わかんねえ。てか、何ここ、なんかありそうですけど。何これ、乗れない、乗れない、この段差乗れないの。ちちちち、なんか取り忘れてんですかね。なんか取んなきゃいけないのかな。もしかしたらちょっと入り口のね、反対の方行ってないから、そこになんかあるとか。まさか最後の最後で解けない謎が出てくるとか。なんか足りないんですか、なんか手に入ってない。こっち行ってないんですよね。帝王ゼルデンやってて依頼がすることない、
お礼屋になって投げ出したことしかない。だから一昨日の配信でかなりねクソで言いましたからね。こういう謎解きはね、別に嫌いじゃないから、イライラはしないんですが。いずれ神トラを行く？神トラ、うん。まぁ、ちょっとソフトがね、あれ、手に入ればね、神トラもやりたいですが。神虎のおばさん妖精に会おう。神虎のおばさん妖精、あれか、ラストのあれか。手に入ればリスナーが買え。いや、誰もそんなことは言ってないですよ。どうも遅れてすいません。何？十字品のプラスリスナーです。ピプラさんいらっしゃいます。ちょまたそんなとか、ちょ早くポイント反応しろ。クソでか、このほんた、ちょ、ほら見ろ、もう。何言ってんの、今こいつは。ほんか、もう。はい、邪魔、はい、死んで、まず。何これ、爆弾やかなんか慣れてんの、こいつが。あ、違うか。こっちがあれなのか。こっちが爆弾や、解除してねえのか。ね、何聖剣3は、聖剣3もないですし、やったことないんですよね、聖剣3は。2はあるんですね。ほら見ろもう、1829-1910。誰？こんなもん。まだいる？特にいない。あれ壊せない。ああ、爆弾木箱があんのかって言っても、壊せないんですよね。あ、いた。こんなところにイノシシさんがいたじゃないですか。すべてを破壊する。いた。ただこれちょっと操作がねかなり慣れないと不便ですから、大きいの、普通に移動するだけならいいんですが、こうやってあれするとね、早く起きて。ちょっと開発したツールをテストしていいですか？はい。わけのわからない米が5つくらい続きますけど気にしないでください。それ、NG コメになりませんからね。まあ、とりあえず、わけのわからないっていうのは何か知りませんが。なんだよ、ワクワクすっぞ。
いたいたいた。これでもういける？ん？ん？ちょっと待って。いけない。ん？なんでしょうね。これなんかね、いかにもっていうか、いや、いかにもなんですが。これ、どうなってんだ ?1,2,3,4,5? これは違うのか。いや違う、これもそうですよね。1,2,3,4?5,6? でも6個ってどうやってあれすんの、ブームなんでしょうね、多分ね。ね、多分これで、2,3,4,5、多分5個までしか。ロスドシプコンフィグアス。ねえ、これで何、こっちも回すってこと？違う？なんでしょうね。どうするんだこれ。ロスドシプコンフィグ。なんか変なあれが来ましたね。何っていうか。6つって言ってもブーメランでね、あれ。回すのは5つだけなんですがね。柱はでも6本、ね、なんかあそこに気になる宝箱も見えますけど、なんか、手を、あの壁の向こう側も気にならないか、もしかしたら入り口があるかもしれない。ちょっと調べてみないか。調べる。だってね、え、なに、もしかしてワンちゃんで掘るってこと？ワンちゃんのセンス？もしかして。ここに来て、ん？なんかここになんかマークがある。なんかここにマークがあるの？ねえ、風が葉っぱ割れしたら、なんでしょうこれ、こうあ、この通りにあれしろってことね。1,2,3,4。リスナーが生主のパソコンをコメントで操作できるようにするジョークツールを作ってます。どういうこと、怖い怖い。ねえ、リスナーが生主の PC をコメント操作できる上、怖いな、それ。怖くないですか、それ。ちょ、やめて、それは、ね、普通にまずいんじゃないの？生主の PC をコメントで？やめて。ちょっとそれ、ジョークじゃすまんでしょ。ちょっとやめて。ちょっとそれ、シャレにならないんじゃない？ジョークだから平気。いやいや、平気じゃないでしょ、ちょ。マジでちょっとそれ怖い。泣いた。ちょっとやめて、冗談抜きで、ちょ、本当に。ちょっと怖いから、ちょっと あなたぶっ込みますよ、ちょっと NG。ちょっと僕、そういうこと、そういうのちょっとシャレにならないか、ちょっと。ごめんなさいね。なんかされたら怖い。今日の NG ぶっ込みますよ、ノルマ達成。いやもう、当たり前じゃないですか。そんなの犯罪でしょ、普通に。
なのこれこそ本当通報しなきゃってか今何撮ったらよく考えたら、あ、ダンジョンマップ手に入れただけか。じゃあこっち来たの何の意味もなかったってことですか。せっかく謎解いてあれしたのに、なんだ頑張ってきたのに怖いな。これ大丈夫ですかね。被害かぶるのは帝王のパソコンだけだから平気平気。よくない。帝王はよく通じないんだから。ジョークじゃないでしょう。ちょっとねえ。大丈夫かな本当にちょっと怖いんですけど、これでなんか僕の PC なんかあったらねえ。マジでな何をしてくれてんですか。怖っ。じゃあダメですよね。ダメってこと。いや違う。ダンジョンマップを見ると何あの奥がある。怖いな、なんか本当になんかされるんだったらちょっと怖いですね。ちょっと待って、もう戻ったから何ここもやり直しってこと。もしかしなくてもっていうか、ここもやり直しなの。もう何考えてんの。ドムドムハンバーガーのパクリでドスドスハンバーガーを起こそうと思うんだけど訴えられるかな。いやーそれはまあ分かりませんけども、ご自由にどうぞとしか。ちょもう違う。じゃあやめてや。これでさっき開けたけど。この上に行けるってことじゃないですよね。あ、はしごがあった。ちょっと帝王さん激しく勘違いしてますよ。はい。NG 外してください。はい。帝王さん側で何か起こるわけじゃなくて、このツールを使ってる人がなるだけです。そうなの？本当に？なんか怖いんですけども。ねえ、いてニコ生なんかね、何されるかわかんないし。本当にそうなの？なんかねえ、そういうのだから人の放送でそう。リスナーを信じなよ。本当に大丈夫？僕あんまりそういうねえ。いやだっていきなりそんなコメントで PC 操作するとかなんかそれでなんか NG ね。ホストパソコンで実行しなきゃそんなハッキングみたいなことできないですよ。いやでもね、何が僕そんなにあんまり詳しくないからそういうの何ができるかわかんないから、もうそんなこと言われてもね。まあいいや、じゃあ一応消しましたけど、もうちょっとあんまりなんか僕のサイトで変なことやめてください。ちょっとほんとそういうの、シャレになりませんから。何よ、そんな。怒らないで。ですかね、今日に借りてやたら変な人が来るな。この間のゼルダでクソゲー行ったからその仕返しってこと、
金金とかいいよ。悪い人ばっかりじゃないよ。うちわで楽しむだけのツールを試させていただいたのが悪かったですね。すみませんでした。罪とバチ、ドエトエフスキーからの引用ですね。さすが大卒。うちわの人で試してくれればね、よかったですね。いいじゃないですか。何も僕のあれでねえ、わからんな。友達が完成を楽しみにしてるから、その前にテストしてみたかったんですよ。ごめんなさい。ないんですけど。あの奥どうやって行くんだ。別に帝王さんのパソコンで何か起こるわけじゃないから全然気にしないで。ならいいんですけどね。自分で放送して、どうぞ、コメスルー。え？罰が仮想受けですね。何？罪と罰と、いや、何？罪と罰なんか僕言いましたって。ちょっと待ってくださいね。あのね、多分一番真っ暗のところの部屋に、どうやって行くんだい？っていうかもう降りちゃったからまずいっていうか、違うのかな。かまってちゃんが起きてくさ。はい、どうもケイさんいらっしゃいますよ。ラス弾、一応ラス弾でしょうね、これ入りね、入られるじゃん。帝王さんがそんなに恐ろしがるとは思うわ。なんだ、はい、だって怖いでしょ。そんな今ね、そんなパソコンなんか僕そんな詳しくないからね、何されたからってそんなもん僕気づかないですよねえ。なんでしょう、あれ箱なんだろう。入るとしたらこの壁越えて入るのかな。それとも反対。これ今2回ねえ、お金ないからパソコン壊れたら終わりだもんな。ね、大丈夫、 100% 信用してください。通報してもいいですよ、全然悪いことしてないですから。まあ何かあったらそりゃあれしますけど、これなんでしょうね、この箱。フックショットって感じでもないでしょう。じゃあ、なんか、リモコンもなんか、センサーがおかしくなってきたかな、なんか。電池がないから、違うし。違うのかな、あの箱こっちから落とす。こっちじゃないんですかね。どうなってるんでしょうね。どっかに宝箱に。どうやっていくのかな。めんどくさいな。これまたね、こっちに戻るなんてことになったら。帝王が NG 入れまくったせいでかそった。そう？入れまくったって言ってもそんなに入れてないですよ。ねえ、今の人だって解除したし。ていうか。ねえ、ていうかもともとかそってますよ。今こそ運者を。
だから、いやいや、だから、もうか解除しましたよ。今解除しましたよ。動詞の解放を。いや、だから、解放しましたよ、だから。ちょっとなんで、だって、いや、だから、あのね、ロマサガと、ねえ、父さんのあれは入れたままですけど、さっきの人はちゃんと解放しましたよ。うん、ねえ、うん、どうなんかな、ブラウザ更新したらあれなのかな。帝王さんを傷つけたのは本気で謝ります。いや、だから、いや、だからもう解放、ちゃんと NG 解除しましたよ。多分コメントできるでしょ。ちゃんと確認してくださいよ、その。ちゃんとあれしましたよ。まあわかんない。ね、こっちが NG 解除してもすぐに反映されないのかもしれませんけど。ちょっともうちょっと待ってみてくださいよ。ちゃんと。うん、嘘じゃないですよ。いや、怒ってはもう、だから怒ってはいませんけど、だから解放しまして、本当に。うん。帝王怖い部は、帝王さん怖いです。解放したって言ってるじゃないですか。何かを見落としてんのかな。単純にあの部屋で何かをってことなのか。ラスダなんかすぐなんて思ってね、ラスダなんかね、ガノンのとこ行ってね、もう。喧嘩腰で言わないでもいいじゃないですか。いや、喧嘩腰じゃないですよ。別に何も喧嘩じゃないしてますよ、だから。なんででしょう、なんで見つかんないのかな、どこで なんかやったんですかね。困ったな。最近人間不信なの。はい。最近人間不本当に人間不信だったらゲーム配信やってないと思うんですけど。何あんまり言われたらって言え、だから言ってないじゃないですか。NG も解除したって言ってるじゃないですかね。あ、ここ登れるんだ。登れるんだと言っても、でも、どこだ宝箱。この辺にある。あ、あったあったね。これでもただのお金でしょ。わからんな。どうすりゃいいんでしょう。どっから何をすればねえ。あっちの宝箱もお金、お金はいいけど、あっちの部屋にどうやって行くんだ。どっから、でもないでしょう。ちも折れるとこなんか。何か見落としてんですかね。やっぱりお城の中ですかね。お城の中で何かをしなきゃいけないところはあるってことですか。いやー、まずいですね。なんか無駄にもうなんか1時間じくらいここで時間費やしているような気がするんですが、ヒントしてないんですが。帝王さんパソコン乗っ取られるのが怖いんですか。あ、当たり前じゃないですか。怖くない人がいるんですか、むしろね。それ
とも何本当に NG 解除されてないですか。失うものがない人だっているんですよ。いやそれはいいんです。どこ、わかんないな。幼女あさってるのがバレちゃう。いやあさってはいませんが、はあ、わかんないな。何かをやり逃してんですかね。なんでだ、一度や二度パソコン乗っ取られることはありますよ。マジですか。シャレにならないね。シャレにならないじゃないですか、そんなのね。最後の最後ぐらいささって謎解きなしでもう良かったような気がするんですが、から行くんでしょう。ただこっからじゃ他はね行けないでしょう。どっか行けるとこある？こっち届かない、ここも届かないね、論外。ねあそっから下から届いてもね、あっち行ってもここの部屋にどうやって行くって話ですよね。だから上にここに届くには、だからあの部屋？いやーだからとりあえずやっぱ ここに来るのはまあもう間違いないんでしょう。あんまり深く考えずに、何これ、もうちょっと下にしろってこと？だからなんでしょう、ここで何をすればいいのか。火が消えてる、火が消えてる、これは火ついてる。何か消えるってことは何か、なんか順番とかがあるんですかね。順番ってのもおかしいですが、でもこれで、わかんない。ああマジでもうここだけネタバレ見ちゃおうかな、今まで。なんとかね自力で解いてきました。どっかにあんの？それともこれがなんか意味あるっての？この段を出さずに、なんか意味あんのかな。何がどうなっているのかが、なんか解けたらあーって思うんですかね。
どっかにね、多分捨てるんでしょうけど。何が。提供、かばやきさん、最近何かリスナーからこじれましたか？へへ、500ポイント。へへ、はい、かばやきさんいらっしゃい。だって、こじるも何も配信タイトルがカツカツですからね、次のタイトル、何かやるって余裕がないんですよ。第16くらいにランクインしました。ねえ。まあね、実際誰か います？その、今僕になんかね、ゲームお金払ってゲームね、出してもいいからやってほしいゲームがあるって人、実際、いないでしょ。どこにつけんだろう。なんでしょうね、ここのあれも気になるし。いやなんででしょう。どっか別から行くのかな。帝王さんを驚かせたお詫びにマリオカートスイッチ買いますよ。買えばいいんでしょ。いや、だろ、いや、買ってなんて言ってないですよ。なんか、その状態でむしろ買われた方が逆に余計疑心暗鬼になっちゃいますが、いや、やめてください。あ、いいですか、本当に別に。いや、本当に NG は解除しまして、NG 解除はその即反映されるかはちょっとわかりませんけど、本当に冗談抜きで。恐喝じゃないですよ、本当に。こんな日は顔の表面を日焼けして通すと。いや、本当に冗談できたの。帝王のちょちょちょが聞きたいから。いや、ダメ。だから買わなくていいですよ、本当に。そのタイミングでむしろ買ってくいただいた方が、なんか逆に怖く感じるから。それは買わなくていいんですけど。ねえ。なんで、この謎解き、なんで、なんか、あれは何？何が足りないのな、ねえ、でも。わこ、まあたリスナーに喧嘩売っていたの。売ってはいませんよ、別に。コメディはずっと NG のままなので帰ってことなのかなって思いました。いや、本当に、冗談抜きで、一回コメディ再起動とかなんかしてダメですか？本当にNG 解除しましたよ、僕。うん、冗談抜きで、本当に。うん、だからなんだ、まあ僕もね、その辺の設定の、ね、解除ですぐ治るってわけじゃないかもしれないし、もしかしたらその僕の配信、この配信が、その、違う、いや、僕が悪いんじゃないです。いきなりなんか変なね、コメビなんかツールね、あれして、とか言われたら、それ僕だって怖くなってね、そりゃ、あれしますよ。何か。この鎧がなんか意味あんのかな？鎧の後ろになんかいるけど。あ、再起動したら NG 外れてました。ありがとうございます。本当？ならいいんですけど。ねえ、だから言ったじゃないですか。ねえ、NG 解除したって。僕はそういう嘘はつきませんから。よかった。ねえ、変にこじれて、あれしてたら。なんか最近毎日のように揉め事起きるね。わら。何でしょうね。マイナス800。マイナス800？ブルブル。何？あ、どうなんでしょうね。なんかね、プレミアムの人があれしたらマイナス600一気につくとか。やっぱこれがなんかあれなんですかね。このなんか無意味に飾ってある。だこれもなんか。でもこんなブロックがせり上がったからって何じゃないんですよね。帝王さんが NG 入れた時にマイナス800になってる。ああ、そうですか。じゃあ僕は多分、まあプレミアム1人入れたらマイナス800ってことでしょうね。まあそれも多分いずれ減るんじゃないですかね。まあ申し訳ないけど、もうこれ以上僕からは何もできませんから。あ、ハートになるんだ。え、
それは知らなかったけど、君。なに、もしかしてこれをちゃんさっきちゃんと壊さなかったから、これをなんかちゃんと完全にガチで破壊すれば、もしかして進めるとか、そんなオチ、まさかえ、ああですかね。そういうもんでしょうね。それは別に、だからプレミアム会員だったら誰でもなるんじゃないですかね。これもしかして全部壊せば、何、もしかして全部壊したけど何もない。何、違うの、今のが正解だと思ったんだけど、なんでしょう、これなんか、これがスイッチ、もしかしてヘビーブーツですか、じゃあない。あー、わかんない。なんでこ、いや、ここで正解っていうか、ここしかもないですけどね。あー、はい、どうも、頑張ってくださいね、お互い生主として。なんで、何が足りてないの、これ。これ壊すの、そんなバカ。善良な市民を犯罪者扱いされてショック受けました。スイッチください。嫌です。スイッチ今テトリスやってるからダメ。なんで届くな。ありがとうございます。帝王さんも楽しんでね。はい。今困ってんですよね。何があれすじゃいいんでしょう。あと気になるって言ったね、この火を使ってなんかするんでしょうね、これ。やっぱこれ燃やすってこと、燃やすって言ってて、て、うん、なんだリッチじゃん。いや、リッチでもないですが、でも何がある、あと なんか燃やせるっていうか、燃やす方法って、これブーメラン、まさかブーメランでこれして、まさかこれでこっちにまでとか関係ない。いや、ちゅ、あ、消せる、そういうことか。いや、ちゅ、もしかしてこれ消せるのがなんかヒントじゃない？もしかして全部消したら逆になんか。帝王いつからそんなにリッチになった？なんか、もしかして、ほら、こういうことか。こういうことか。だからどうすりゃいいんだ。ようやく火は消せるのか。そうか。いや、これで結局なんか無駄な探索だったわけですね。だからこれでどうすりゃいいんだ。まずここをつける。でもこれ届かないでしょうね、多分。ね、だからまずこっちを、これはつけなきゃいけないよ。だ、どうすんだ。いや、違う、これも邪魔か。だから逆に、だ、こっからあの火を消せばいいってだけっていうオチ、もしかして。もしかしなくても、まさかこの場面でブーメラン使うとは。誰が想像したってね。ん？でも多分これ障害物があるから。犯罪者にされたリスナーです。何よ、そんな卑屈にならないでってか。ん？でも問題はこっから消せる？消せた？ああ、こういうことでいいのか。ああ、よかったじゃん。マイナス400に減ってますよ。NG スコア今、これでようやく進めるのか。長らくお待たせしました。もう1時間45分だから今日ちょっと無理かもですね。で、またコンボスで。判決は無罪だったのでしょ？わかんないですよ。まだわかんないじゃないですか。無理ですね。時間的に多分無理じゃない？また。ねえ、言って。何こんな暗い。なんか暗いから、あれ？カンテラ使えってこと？
なんか暗いからどこかにつけてつけてつけてつけるとちょ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 消えてんじゃん。核のトライフォース使え。え？ちょちょちょ。せい、矢印、マイナス800、矢印、せい、矢印、マイナス400、誰ですか入れたの？わら、ひどいな。わかんない。ちょ、待って、ごめんなさい、今、あれできない。消えたでしょ、なんだよ。ちょっと待って、これ全部一斉につけないとダメってこと？ねえ、ついたでしょ？間に合わない？1個目入れてると NG スコアのせいで精神衛生上悪くないか？ねえ、どうなんでしょうね。ダメじゃん。なにこれ、つけないとダメなんでしょう？油があれじゃん。まさか最後の最後でカンテラ使う羽目になると。じゃあこっちは何なの？精神衛生上まだ疑ってますよね。そうじゃ、まあ、可能性考えたら、まあ、0%ではないでしょうけど、あ、すごい。NG スコア1600になってますよ、あの、222個目さん、また増えてる、わらわら。まあそういう配信ですかね、僕の配信って。こっちは何だって、こっちは何もつけるもないでしょ。なんでここ行き止まりなんでしょう。笑、黙ってればいいものを、ね、そういうことなんですかね。でもこれ、なんでこっち行けないの？一方通行？一方通行とかあんのかな？ロムってて NG ぶち込むでおるんやろな。まあそういう人がいるんでしょうね、多分。僕の配信ね、結構。気もしますな。そう。まあそれならそれでいいんですが、っていうか、これ登るのまたあれしなきゃか。違う。ちょっとこうなるとね、逆に瓶でも補充しとかないと。で、これで、やっぱりこっちしかないんでしょうね、一方通行。
でも他に食材ないですよね。4つですよね、多分時間的に。切れるタイミング考えたらこれ本当に。相当、だから、つけて、ダッシュで、すぐつけての、ダッシュで、つけての、ダッシュで、ちゃちゃちゃ、つけ、ま、間に合ってない？これでも間に合わないの？消えちゃった。なにこれ相当シビアなのな。なんか、やり方があるんですかね。ねえ、徒歩、ねえ、徒歩、いけ！え、ま、間に合ったでしょ？え、なんで？え？違う、消えるのが早いんだ。消える順番があるんだ、多分。うん、ちょっと計測してみましょう。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11。うん、多分あっちの隣がね、逆に短かった。1、2、ん？ちょっと待って、すぐ消えたぞ。ここは最後で、ここ最後にしないとダメなんだ。うん、ここは、うん、つける順番があるな。1、2、3、4、5、6、7、うん、とりあえず、まあ、つける順番は分かった。ここから対角線に行って、あれして、横行って、うん。で、次、こっち、急いで、で、こっち、行け！着いた！あー、よくもまあ、こういやらしい。考えつくなぁ。消える時間が違うとか、誰が思った？よくできてるなぁ。ねえ、ほんとに。よくもまあ、考えです。でさらにか、くそ。とりあえず倒せばいいんですよね。大丈夫。ちょ、あ、まずい。ちょっとこいつ。300しか持てないのね。はい、持てない。たぶんあの、どうにかすれば多分増えるんですよ。お金の上限は多分イベントやれば、何のイベントか覚えてませんが。ね、まずいな。これどっちが正解なんでしょうね。外かな。先、外見たいですね。多分このダンジョン的には多分ね、アイテムはもう手に入らないと思うんですが、なんかあるかな。ハートのかけらぐらいだったらまああってもね、いいと思うんですが。なにまたちょっとトラップ、おや、またこいつか。まあね、言ってタニアネタバレしてるからいいんですが、魔界村来たね。え、何のこと。レッドアリーマ。で、レッドアリーマにしたら、レッドアリーマにしたらこんなの弱い方でしょ。これは何が入ってるかな。鍵、ああ、じゃあ行かなきゃダメだったんだ。いやー、
え、じゃあこっちが正解ルート？そんなバカな。ああ、でもこっちがなんか正解ルートっぽかった。もしかして。ねえ、ここが入り口。あららら。へえ、これは通れない。なんだ？こっちも通れない。何？さらに、ああ、しかもこっち、ああ、ボス部屋の鍵がある。しかも敵が来てるね。しかも、何？弓矢までいるの？ちょちょちょ。それ気にしながら倒せてるの？ちょ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 。え、何？ん？え、当たったんじゃない？誰？え、誰？あ、やられた。誰？え、何？誰が？ん？てか、後ろ、あ、すごい。え、何が起きた？誰？何？え、何？タカ？あ、モイさんだ。に？あ、この人らも。今さら。助けてくれた。今さらね、乗り込んでくれても多分無理でしょう。どうしよう、時間的にどうですかね。もうこの後何もないならいいんですが、中途半端ですよね、多分。ボス戦含めて万が一勝ったらエンディングってことも含めたら、1時間。そうですか、どうして。ちょっとごめんなさい、先ね、なんか待ちみたい、何があるかだけ。声が通ってて聞きやすい。ええー、そんなこと、誰も言われたことないですよ。こっから褒めてあげると何かもらえるかしら。いやー、それはないですね。ごちそうにね、なんかね、恩恵にあやかりたいなら、僕以外のね、誰か生主さんターゲットにした方がいいですよ。背中が痒くなるけど聞き取りやすい。どういう意味ですかね。天岐阜一万。ああ、これでこっからショートカットで来れるよってことか。天岐阜一万なんかあるわけないでしょ。これでここが下がってね、多分向こうから行けるってことか。で、これがあそこだよ。で、あっちは出てくるんでしょ。青と金玉次郎さん、アーセックスしてる。500ポイント。すごい生々しいコメントですね。なんでそんなね、やればいいじゃないですか。ね、本気になってね、したいと思えばね、やろうと思えばできるでしょう。第13くらいにランクインしました。言っていいのかな。帝王は10万以下はレインと同じだから。どういうこと、何言ってるんですか。僕にとってはね、逆ですよ。100円すら10万に値するぐらいの。こっち行って行けないですよね。ここ行けるようになるの、なんかあれなのかな。まだなんか男女の全容はあれしてないけど、まあ多分こっちがね、多分ラスボスはこっちが正解でしょうから、もう行っちゃいましょう。まあ勝てなきゃあれでしょうし。その割にはもらった天岐阜には塩対応だよね。え？もらった天岐阜には塩対応って。ちょ、待ってください。まあ、まだ天岐阜使ってませんけど。帝王すぐ嘘つく。何を？天岐阜に塩対応って言っても。ね、メールで。ちょっと待ってください。まだなんか謎解きあんのかな。
ちょ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 何落ちるなんて聞いてないんだけど何落ち正解のあれを探せっての、わあ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 っていうかもうこれ、まあ、迷わずねそういうわけにもいかないの何ここでそういうのあれするっての わーお、わーお、ちょーなんでしょうねこれ、まあ、まさか最後の最後でこうこんなのが来るとだちょー何これどうすりゃいいのこれ何ちょちょちょ正解よっていうかねえこっちはダメじゃんっていうかねえこれ正解のルート選ばないとダメってことちょっとまずいなちょっとダメじゃんだからもうダメですね。今日このダンジョンちょっと突破できないかもしれない。どこが正解なの？お、ダメじゃん。え、何これ？全部が全部落ちるってこと？落ちないブロックってないの？ちょっと慎重に行こう。いや、落ちる。何これ？ひたすらただ強引に突破するしかないの？謎解きとかじゃなくて普通に、和子、トランプ大統領との会談はどうでしたか？そんなことしてません。出馬者さんいらっしゃい。ねえこれはわかんない。落ちないブロックってあんの？どっかねえ。あ、ここは落ちないんだ。こっちも落ちない。落ちる。やばい、これ死ぬ。死ぬ。ちょっと、これバーね、慎重に行かないとっていうか、慎重に考えないと。クソゲーですか？ね、死んだらクソゲー言っちゃうかもですね。どうしよう。こうが正解。多分だから、こう言って、だからここはまず正解でしょうね。ただこれ直進が正解ってことはないでしょうね、多分。ね、多分これが。すぐ犬乗る？何が、犬乗るって。どうすりゃいいんだ？こうして、こうして、だだちーもやばい、もうあと2、ライフ2だ。ちょ。まずい、まずいし、死ぬ。まずい、ちょ。こう言って、こう言って、こう。違う、だから、ここは正解で。ここは正解で。ここも正解で、これ、大丈夫？ここも正解か。でも、これ、このまま直進って感じじゃなさそうなんですよね。多分、渡っては平気。じゃない！日記に帝王に裏切られたって書いて寝ます。はい、おやすみなさい。僕のせいなの。こっち？ちょ、怖い怖い。でもここから行けるって言ったらこっちしかないでしょ。大体帝王のせい。僕のせい。ねえ。これでもいけないんでしょうね。ちょ。いやー死んだ。もう何あれ。あんなのあったかな。いくらしますそりゃもう。なんでこんなの。ねえ。
からこう行ってこう行ってこう行ってこう、ルート的にはこれが正解だと思うんですよね。こっからあれして、でこれが一応正解じゃないじゃん。ダメだ、根本的にルートが違ってるのかもしれない。それともこれ機敏に行けば落ちるの、あれ気にせず行けるんですかね。スマホのゲームでさ、キャラの性能バグってて、はい、石全部返してくれた。キャラ性能、それは良かったじゃないですかね。まあ、またガチャできるというか。ダメじゃん。これ本当にどうすりゃいいの。何、本当に機敏に行くって感じなの、ね、でもこっからでなきゃもういけないでしょ。いやダメだダメだダメだ、帝王広告ポイント返して。そんなこと言われても広告ポイントってだってチケットでしょ。そういうこと言われても無理。もう呆れてるよ。でも、どうすんだ。でも正解のルート的にこれしかないでしょうね。こっち。こっちってこともないでしょ。こっち？あ、こっち？こっちから？俺は帝王のために毎日クスみたいなルーレット回してるよ。なん、そんなありがとうございますですよ。ん？何これ？ねえ、これなんかこっからゴールっぽくもあるけど、いけない、あ、いけた、あーよかった。かなりなんか強引でした。まずまずまず、ちょっとこれどっか再開もう、あー、いやよかった。こっからでもライフワンに、何その上、これで何、まだなんかちょっとこれちょっとね、ちょっとこんだけダンジョン長いとショートカットも欲しいですよね。回復ない、ちょっとライフがもうカツカツです。あー、なんか徐々にね BGM が入られるとガノンのねなんか重なって聞こえますね。ダメか、ダメね、違うの、ミズナがワープ渡してくれるんじゃないの。だって何にもないでしょ。え？ねえ、ねえというかねえですけど。なんかある？下何にもないでしょっていうか。え？帝王、窓まりだと誰が好き？はい、いえ、あんまり僕実は窓まり知らなかったりしててね。あ、いけないんだ。
中に勉強してきて。なんで？あんまり知らない、興味ない。興味ないわけじゃないんですよ。まどまりって今 D アニで見られます？あ、見られるな。ちょっとね、機会ある。何これ、あー、スピナーか。今度は久しぶりに使います。タイミングよく合わせないとね。ティアミのお金どこから出てるの？あー、ちょまあ今ラッキーだったけど。はい、ね、ディアニのお金どっから出てくるの？どっから出てくるでしょうね。何、広告ありがとうございます。新手さん、誰がスティートマンなんですよ。じゃあ、誰もそんなこと言ってないよ。まだ、ちょっとこれダメですね。ラスボスは今日無理だ、ちょっと。ラスボス前までのね、敵排除で今日は全敗ですね、また。アイアンナック。ガンダム的な女キャラ誰？幼女戦記って中身おっさんなんだよね。知らないっす。え、早い。ちょダメだ。ダメでしょ。帝王の腹くくって長崎まで歩く？何が誰長崎まで歩く？帝王は稼ぎない企画だろ。また北海道。また北海道。なんで北海道に行かなきゃいけないんですか。じゃあ当たってるでしょ。まずこれ死んじゃうライフです。かわされない。なんなのこいつ。どうすりゃいいの。たまず死んじゃう。それだけ歩けば根性つくぞ。おそらく根性ついてどうすんですかね。あ、死んだ。どっから？渡りきったとこから。ライフはないし、これ実質ライフ縛りみたいなもんですよね。もう結果的に勝てるかな。これあれか、 Z 注目しない方がいいのか。え、何今剣なじだ。何をこいつはしてくれてんの。
鍵ありません。鍵持ってません。どうするの？何？これも？これボス部屋？あれ？こっちがボス部屋？あれ？鍵なんかなかったけど。いいのかな？いいのかなって言っても、これ時間ないですからね。どうしよう。なんで鍵なんかどこにあった？ボス部屋の中にあるの？ちょっとどうしよう。行っちゃう？行くしかないな。え、根性使ってヒットポイント、それスパロボですね。はい、266名さんいらっしゃいますよ。まあ、とりあえずちょっとボスと顔見せぐらいはしときましょう。勝てる勝てない別にして、多分勝てないでしょうけど、できても30分ですからね、せいぜい。今度スパロボ新作出るよね。有給取ってやるわ。まあスパロボ T ですよね。僕お金ないからできませんが。あ、姫様だ。あら、かわいい。ようこそ、我が城へ。お前がガノンドロフか。ラスボス？ラスボスです。まあ、とりあえずね、ちょっと腕試しというか、うん、多分負けると思います。死ぬほど会いたかったぜ。わずかな。ね、いや、負けるからいいんです。わずかな力を宿した程度で神に逆らい見捨てられた哀れな一族よ。お前たちの苦悶が血肉の糧となり、憎悪は力となって我を目覚めさせた。炎上して倒そうよ。無理です。エンディング込みだと多分、ま、間に合わないです。エンディングの時間割れしたら無理です。だって10時からね、天神もう枠取ってますから、間に合うんでしょう。多分お前たち一族に欠けていたもの、それは力。神に選ばれし強力強者のみが持つ絶対なる力。その力を支配する者こそがこの世を滑る王にふさわしい。うぬぼれるなよ。お前が絶対な力を持つ選ばれし者だと言うならば、私は全てをかけて否定してやるよ。彼が光にほだされた。ほだされるってあんな書くの？面白い。ならば否定してみるがよい。その友情とやらでな。金正恩めっちゃ笑顔で笑った。だな。何？なんともない。トランプってすげえな。なんかあったの？あ、なんかニュースあった？何？わお。光と影を滑る王に夢引く愚か者よ。その身をもって我が力に触れるがいい。
あ、懐かしいってかね。ガノン憑依ゼルダ。どうでしょう、海で撃つ。あー、これまたあのパターン。お決まりの。あ、ちょ、触れないじゃん。ちょ。やっちまえ、ね、触れない、ちょ、振りタイミング合わない、ちょ、何これ、なんか違う、何、そういうこと、全部があれじゃないってこと、ね、炎の魔法で焼いちゃおう、ね、ちょ、何これ、何、他の行動パターンもしてくるってこと、炎の魔法で、ちょ、うわぁ、まずい、普通に、ちょ、おつゆじゃん、ちょ、姫様、テカリして。真下に行けばパンに見えるぞ。見えないでしょ、多分そう、そういうとこはちゃんと対策してるでしょ。ふぅ、早い。これリモコン振って合わせるのちょっと面倒くさくないですかね、これリトライでどうなのっていうか、もう時間がないんですが、しかもライブ3だし、ちょっと待って、これセーブはできるの、セーブしとこう、ゲームオーバーの曲ドラキュラ X みたい、そう、あ、早い、これ何、ほんと間髪入れず振らないとまずいんじゃない、ちょっと何なの、ちょ、ふん、いや間に合う、早い、ちょっとこれボタンでなんか振るってないんだけど、ダメじゃん、ジャンプ G じゃん、無理、今度月下の野草曲やってくれ、え、何、今度月下の野草曲、何それって知らないです、うわあら月下いいね、いや、やってねって言われてもね、ちょっとクリアできなきゃ意味ないですかね、ちょっとこれダメでしょ、ちょっともう、ちょっと今日はもう諦めました、時間もあれだし、もう申し訳ないね、あの次回最終回ってことで、低温アイス食べたい、買ってきて、お金ない、お金